梅士平は中華民国の政治家。南京国民政府の要人である。旧名は曾薫。国立北京大学法律科の卒業生。国立中央大学、国立中央政治学校教授を経て、1933年、コーネー県県長となる。中国国民党では、CCK の一員とされる。1936年6月、甘肃省第10区行政正差し専員に任命され、9月には、同化保安司令も兼ねた。翌年5月、職を免ぜられたが、同年に国民党中央政治委員会内政委員となる。梅士平は、州府会の側近として、丁長クラブに参加し、対日和平を主張した。また、芸文研究会香港分会の責任者として、香港の国際問題研究所の専門研究員となり、国際草書の編集を担当した。1938年側の代表として、松本茂春ら日本側の和平運動責任者と交渉を重ね、汪兆銘の重慶脱出を実現させた。1939年8月、汪兆銘に合流し、その指導下で国民党秘書長、中央執行委員、常務委員、組織部長に任ぜられた。翌年3月、南京国民政府の正式な成立とともに、中央政治会議員、交渉部部長となる。5月、日本軍管理交渉接収委員会委員長となり、7月には、糧食委員会委員長となった。11月、日本との中日基本関係条約締結に参与する。1941年2月、浙江省省長を兼任し、3月に清里委員会委員、8月に実業部部長と歴任した。1943年1月、最高国防会議委員となり、9月、内政部部長に異動した。1945年5月、民衆訓練部部長も兼任する。日本敗北後の同年9月に逮捕され、1946年5月9日、死刑判決を受ける。同年9月14日、南京で死刑を執行された。享年51。ありがとうございます。